おはようございます。釣り子 TV です。2024年夏場の一番目玉のルアーじゃないですかね。小池13ミリが登場しましたよ。これね。13ミリってどんな感じだろうって手に取ってみると、かなり小粒でね、最近フルキャストをね、よく使っていたので、これは食わせのサイズだなということで、カラーはスカッパの。あの大人気小池に食わせの13ミリがね増えたっていうことで、17ミリのもう森県リーグはねものすごい大ブームですよね。それよりさらに使いやすくなったんじゃないかな、どうかな。13ミリ出してみたらこんな感じ。これは絶妙なサイズ感じゃないですかね。いやー、結構ねフルキャストはね復興を選んだりしたけど、このメインのボディがこれだけ小さいと、いろいろな針でね使いやすいんじゃないかな。この13ミリ今後のね台風の目になってくるんじゃないですかね。最近ねお気に入りで使っている小池フルキャストとね並べてみましたよ。こっちがフルキャストで13ミリ、ねえだいぶ触手の太さとかこう並べてみると違うんですね。ただねこのピンピンにこの針のある感じ、これがね活躍してくれそうですね。はい、こんな感じのサイズ感ですけども、早くね投げてみたいですね。でこれはねあの手に入れたばっかりなんですけども、ついねこれが発売日ぐらいの時にねこっちのねフルサイズ、これでね結構でかいバスが釣れたので、サイトフィッシングでね、この森県リーグで狙ってみたんですけど、なかなかのサイズのバスが反応してくれたんで、今回ねおまけでそちらの動画もつけておくので、ぜひね、見てみてください。うわー、バレないで。森県リーグ、うお、すっげー、ポットベリー。この前、あの、小池、フルキャスト使って、5グラムシンカーでやっててね、7グラムとかも使ってみたいなと思って、こういうね、7グラムのシンカーも買ってきてました。ね、クイックチェンジャー、バリバスの、スリムってやつなのかな。よいしょ。小池フルキャスト、専用のケースに入れないでおいたら、だいぶいい感じで変な癖がついてまいりましたが、ね、まあまあ、いつも通り、まずノーシンカーで遊んで、ノーシンカー食いに来ねえなーってなったら、そこ沈めるという、そんな感じで、小池、フルキャストゲームをやってみたいと思います。夏でだいぶセミも鳴くようになったから、ね、こういうのが表層でウニウニしてるのは絶対ありだと思うんだけど、何も反応しないんで、もうすぐ沈めたくなっちゃう。どんぐらいの速さでしょうね。ああ、それでもやっぱ浮力があるから7グラムでも結構ゆっくり沈んでくんだな。こういう感じのとこだからタワガニが流されてきたよっていうようなイメージでドリフトさせてきたら、パクっていくやつもいるんじゃないかなと思って。いないね。怪しい人も。サワガニ流されてきちゃったよパターン。やっぱこんな流れの中で定点保持できてるやつは怪しく見えちゃう。
なんかね、今黒い影がふわーっと遡上してきたように見えたんだけど、気のせいかな。うわー、トラブってる、トラブってる。なんかタイミングでうまいこと流したらワンチャンありそうだな。おお。ふわんふわん。これね、重さ可変できるミノー。これちょっとね、この前激流の時はうまいことハマったけど、通常の時どうなのか。おかっぱりでこうルアー超大量に持ってこれない時に、これ今ですね、沈むモード、ここをちょいっとやると、ここの部品を変えると重さが変えられるんですけど、今これフローティングモードだな。ちょっと表層ではなんか魚が動き回ってないんで、この前はほんでもってファーストシンキングに変えてちょいちょい淀みに入れてたら釣れたんで、これで今ルアーの性質が沈むモードに変わりました。こういう少し流れのあるところとかもフローティングサスペンドだと表層まですぐ湧いてきちゃってルアーが使いづらかったりするけど、こういう今ちょっと沈むモードで切りもみさせながらだと、はちょっとトラブチ。あー食った、うわー食った、今2発食った。今ね、まあフローティングでも良かったんじゃないのってレンジだけど、いたね。今ファーストシンキングモードにして泳がして、したらこう表層まで動きが破綻しないで誘い切れるから、今この際をミノーっぽくちょんちょんやってたら2回食ってきた。タイミングで釣れるかもね。ちょっと今2回終わしちゃったからどうかな、だけど、まずめのいいタイミングとかだったらあるかもしれない。ブラックバスでミノーの釣りだと、なんだろう、フローティング、スローフローティング、サスペンドね、それがメインで売ってたり使われてたりするけど、シンキング気味のものね、自分はあのスズキ釣りとかやるから結構身近にそういう潜る系ミノ好きで持ってるんですけど、それね、バスで改めて使うと案外簡単に食ってきたりするから、やっぱあのラパラのカウントダウンエリートとかね、そういうやつが最近のシンキングミノーだと高性能でおすすめかななんて思いますけど、でファーストシンキングモードだから、ちょっと多少こう早巻きしても動きが破綻しないでね、巻いてこれるから、もう少しバスがスパパパパーって追っかけてるっていう状況だとありだと思うんですけどね。ちょっと今日はまだ一匹も魚釣れてないんですけど、暑くてチーンっていう状態だから、まあ夕まずめぐらいには涼しくなってきた魚も反応してくれるんじゃないかなと、のんきでやってますけど、沈めたからって食うわけじゃない。
コップ使い。セミも鳴いてるから、セミがペチャコーンって落ちてきてしまいましたよ。モードでやってみよう。ああでも見えバスがいねえからな。またチビが見に行ったけど寸前でやめるね。うーん、しまった。高股2インチとかないとやべえ比較これ今日ちょっとコンバットラとヒットにデカめのルアーしか持ってきてない人死ぬかなこれ。あーでも背びれとかあるか。おお、見に行った。フルキャストを見てるバスが2匹。どうなんだろうな。あ、でかい方が近づいてってる。やめた。また見た。超見てる。やめた。天井に置いて、じゃあ根がかるかな。嫌ったな。回り込んで。見てはいる。よっしゃ、食った。でかいやつが、でかい方食ったぞ。暴れんなよ。いや、すげえな森県リグ。うわー、暴れないでこれ。今日最初で最後かもしれない。リーダー30ポンドにハードブル2号だから、まあ切られはしないと思うんだけど。うわー、でかいでかいでかい。いい引き、いい引き、いい引き。絶対取りたい。これは絶対取りたい。いやー、すげえな。見に行って諦めたんだと思ったら回り込んで食いに行ったんだね。おぉ、よいしょ。手作りロットでございます。うわ、元気。こ
ここでバレそう、ここでバレそう、ここでバレそう。バレないで。よいしょ。よいしょ。ああ、よっしゃ。ああ、ぶっとい。ぶっとい。森権利、うお、すっげえ、ポットベリー。やったー。ああ、いいとこかかってる。これバレないね。ありがとう。イエーイ。来ましたよ。ほほほ、やったー。これはでかい。どう？ねえ。森権利具でサイトフィッシングの練習しようと思ってきて、このね、お腹がもうブリブリに。やったー。7グラムの、クイックチェンジャーのスリムね、これをつけて、バスの目線上でね、サイトフィッシング合戦、イエーイ、やったこれは嬉しい。森権利具、ね。いやー、もう、ゴンブト、すげー引きましたよ。フルキャストいいね。ほいで、タックルはね、こういう感じで、自分で作ったね、これヘビーアクションのロッドに、SLXDC、それで、シマノのね、ハードブルの2号に30ポンドリーダーで、ダーン！いやー、これは嬉しい。自分で作ったタックルでね、するとひとしおだね。じゃあ逃がしてあげたいと思いまーす。イエーイ、森権利具最高だぜ。イエーイ。サイズは、49ってとこですかね。48かな。40後半。ありがとう。いい引きだった。このボディ。ねえ、ありがとうさんよ。いけるかい？いやー。あー、マジありがとう。はー。やったぜ。あー、釣れたー。すげーなー。あのぐらいのサイズだとずっぽりやっぱ口に入るなー。この前ね、すごいバラしたから、ちょっといろいろ、竿とか、セッティングを調整し、実はちょっと荷物を運びに、一回、上に行って、下るときにさっきのなんか、あ、でっけえなーってバスは見つけて、で、で道具持って登ってきたらまだいて、でさっきねちょっとプラグ入れたら無反応だったから、まだ戻ってきていたらこれ森権利具ね、 7g のこれクイックチェンジャーだけど重りつけて投げてみようと思って、で今もねそこ鯉が、あ、バスもいるからちょっと投げますけど、なんかねこう入れて、で2匹いて、1匹でっかい方がね、その見つけてたでっかい方がちょっと森権利具に興味を示して、それなのでその線上を越えないぐらいちょい手前の上に森権利具を入れ直して、でもずっと止めておいて、でバスが一回ぐるーっと下流に下ったかなと思ったら U ターンして森権利具の方見に行ったんですよね。でずっと動かさないで、まあ後で動画で見返してみればあれなんですけど、まあ森権利具のそばにいるなっていうタイミングでちょっとこうちょっとだけね巻いて、なんだ触手だけブリって動かすぐらいの感じで誘いみたいな感じを入れたら、なんかバスが見えてもう口がなんかハムハムしてるような、吸い込んだよみたいなね、挙動が見えたんで合わせを入れたら連れてくれました。いやー、まあごちゃごちゃ説明するけど、ね、任意のレンジにこのルアーを置いておけば勝手に寄ってっても食ってくれんだね。今日の状況としてはね、だいぶなんか擦れてるというか、
全然ね、見えバスはたまにいるんだけど、あ、今またね、森県リーグ置いといたら見に行ってる、見に行ってる。やめたからちょっと動かす。ちょっと動かす。今ね、35ぐらいのバスが2匹ね、これ見に行ってくれたんだけど、やめるんだよね。なんか違うわって感じで。状況としては若干めんどくさい状況なんだけど、いやー、連れてくれたからね、もう何にも言うことねえわ。脳神カーリグで、ちっちゃい脳神カーリグで、なんとか小バッチをね、2匹釣るのがもう精一杯って感じで、いろいろ釣りたかったね、プラグとかね。持ってきてね、投げ倒したんだけど、トップウォーターとかも含めて、まったく無反応だから、どうしようとか思って。でも今日見えた中で一番大きいサイズがハフしてくれたから、もう本当嬉しいわ。すごいね。でね、ちょっとね、これ普段海釣りでビッグベイトとか、あとは60センチ超えのでかいマゴチとか狙うのにね、使ってる竿なんだけど、で、これハードブルの2号が入れてあって、で、30ポンドリーダーで、もうそのまんまシーバスできちゃうよみたいな、そういうセッティング。まあそのまんま海から持ってきたんだけど、だからもうガリ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 なるね、セットなんだけどね、ほんとこのね、なんだ、シマノの P ライン、これ何、ハードブル、これがやばい。ね、海でなんかそのマゴチを狙ってると、信じらんない巨大な、もう1メーター超えるようなエイがよくかかるんですよ、エイね。で、エイがかかって、もうなんだ、切れるなら切れてくれてもいいよなんてね、もうほんとね、メタメタにされるんで、タックル、もう勘弁してくださいっていう状況でも一切切れる素振りを見せないね。FG ノットでね、結構固めの30ポンドのリーダーを入れているから、まあ切れないね。ってことは多分ね、バス釣りなんかだとまあね、切れないこういうタックルでやってみております。で、SLXDC だからね、ちょっと小池ってこう空気抵抗でたまにふわっと投げづらい時があるんだけど、ね、DC 機構のおかげで全然任意のところにスパーンと入れやすいし、このまんまね、もうビッグベイトもいけちゃうよっていうような、そんなタックルで、でやってみております。一回行った時に、なんだろう、今日初めてバスの群れが見えて、その中の、なんだ、あれ、50くらいあんじゃねえかって、まあ実際今釣ってみたら47、8だったんだけど、あれ一番でかいよなっていう大ボスサイズが下に下っていって、で、ここのちょっとした張り出し、ここなんか追い詰め場になってるみたいで、たまに、ここに乗っかってるバスは大概入れ方によってはね、空気満々で反応してくれたりする場所ってのはあるんですけど、ちょっと一回入れてプイってされちゃったから、こりゃダメか。いやー、今日はちょっときついですねなんて思って、心の中でつぶやきながら釣りをしていたところ、ナイスな反応をしてくれました。いやよかった。ほんとね、全然7月これバス俺釣れんのかなぐらいのね、全然釣りにも行けてなかったしね、来てみたら夏特有のちょっと仕上がった状態だったから、ほんとありがとうございます。なんか
あの SNS 見てるとそろそろあれですよね、これの13ミリ出るんですよね。13ミリやばいよな、多分この手の釣りでもうほんと躊躇なく加え込むだろうななんていう予感がしております。いやちょっとね、30センチで35センチのやつがいっぱいいる状況で、小池フルキャストあれ針がかりしねえとか思って俺には向いてねえのかなと思ったんだけどね、あれぐらいのね釣ったら言えるんですけど、釣ったからね、あれぐらいのサイズが、ちょうどいいサイズのやつなんですね、フルキャスト。いやーよかった、でも、うん、いいとこにかかった。しっかりね、あの水晶のなんだろう、40番フック、マス張りの40番フックにバリバスのクイックチェンジャー、タングステンのスリムの 7g、 このセットだからね、うまいことできたんじゃないかなと思います。じゃあまた三重バスがいたらぶち込んでみたいと思います。はい、というわけでね、こっちフルサイズでね、ナイスバスが釣れたんですけども、この夏はね、この13ミリも登場して、いよいよね、小池資格がないサイズ展開になってきましたね。これはね、ほんと擦れたダムなんかでも絶対効くサイズ感じゃないかなと思いますので、まあ、亀山ダムとか中心にね、どんどん使っていきたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV は小池13ミリを手に入れたぜっていうところと、フルキャストの森県リグでなかなかいいサイズのバスが反応しちゃったよっていうのをね、2本立てでした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。